広大な公園である。ロンドンにある王立公園としては、最大でイギリス全体でも壁で囲まれた都市公園としては、バーミンガムのサットン公園に次ぐ広さである。ヨーロッパでは、バンセンヌの森やアムステルダムセボスが同規模である。ディッチモンド、ハム、キングストンアポンテムズ、ウィンブルドン、ローハンプトン、イーストシーンといった街に囲まれている。 アカシカとダマジカの生息地として有名で600頭を超えるシカが生息している。ヘンリー・パッセイの小山からの眺めやヘンリー・パッセイの小山からセント・ポール大聖堂を望む。イザベラ・プランテーションはリッチモンド公園の中でも重要かつ魅力的な森林である。ヘンリー・パッセイの小山からセント・ポール大聖堂が見渡せる眺めは保護対象となっている。また、 ロンドン中心部のロンドンアイ、タワー42、30セントメリーアクスもまとめて見渡せる。公園内にはいくつか有名な建物がある。そのうち10の建物と公園を囲む壁が保護対象とされている。ヘンリー・パッセイの小山は公園内で最も標高が高く、ペインブロークロッジの近くにある。小山自体が公園より古くからあるとの憶測もあり、 古墳ではないかとも言われている。小山からは東に約1 6トルの距離にあるシティオブロンドンのセントポール大聖堂が見渡せる。小山の上に望遠鏡が設置されていてさらに詳細に眺めることもできる。この眺めは保護対象となっており大聖堂の両側についてドーム1.5個分の幅の眺めを遮る建物を建てることが規制されている。 2005年、ロンドン市長は、この規制を緩和し、幅を、ドーム0.5個分にしようとしたが、最終的にどうするのかは、まだ明らかになっていない。小山から西を見るとテムズ川の渓谷が見渡せる。公園内の土壌は、低地の酸性土壌である。草地は鹿などが食べることで茂りすぎないよう管理、されている。数多くの森や雑木林があり、一部は、 一般人の寄贈によって作られた。そのうちの一つが、イザベラプランテーションで、第二次世界大戦後に、既存の森に手を入れて作られた、森林庭園であり、素晴らしい動植物の豊かさを見せている。ここを目当てに公園を訪れる人も多い。母校の雑木林は、エリザベス2世の母校エリザベス・ボーズライアンを悼んで、作られた、小さな三角形の囲いで、 ロビンフッドモンとハムモンの間の森林級にある。ツーストームズウッドは、新門から少し入ったところにある。この囲いの中には、非常に古い木がいくつかある。ボーンコップスは2005年に命名された。1988年、ベッシー・ボーンという女性が亡くなり、その記念に公園内に植樹をしたのが始まりである。その後も毎年植樹を続け、 1994年には、夫のフレデリック・ボーンも亡くなった。毎年の食事は、今もその子供たちが続けている。リッチモンド公園内のシカリッチモンド公園は、自然保護区域に指定されており、クワガタムシの保護地域にも指定されている。アカシカとダマジカの群れが公園内を自由に歩き回っている。 生息可能な状態を保つため、毎年11月に間引きを行っている。公園内の鹿の多くは、ボーレリア・バーグドルファリーという新生細菌に感染しており、マダニを介して人間に感染すると、ライム病を発症する。この菌は、スピロヘータの一種で、スピロヘータは、梅毒、レプトスピラ症、怪奇熱、ライム病の病原菌である。公園内には、 鹿以外にも様々な野生生物が生息している。キツツキ、リス、ウサギ、クワガタムシなどの各種昆虫、多くの古い樹木、様々な菌類が確認されている。リッチモンド公園には、若け本性インコと見られる鳥も数多く、生息している。ペットとして飼われていたものが逃げたか、放たれて繁殖したものと見られている。エドワード一世の知性の頃、 この地域はマナー・オブ・シーンと呼ばれていた。ヘンリー7世の時代にリッチモンドと呼ばれるようになった。1625年、チャールズ1世はロンドンで流行したペストから逃れるために宮廷をリッチモンド宮殿に移し、その後この地を鹿の狩猟場とした。1637年、チャールズ1世はこの地を壁で取り囲むことを決めた。この決定は、 地元民には不評だったが、チャールズ一世は一般歩行者の通行を許可した。部分的に再建や補強をしながら、公園の壁はそれ以来ずっと存在している。リッチモンド公園はイギリスで最小の国立公園として存続している。公園と接しているすべての住宅には、リッチモンドパークフリーボードという一種の封建的料金が課せられており、 毎年2ポンドから200ポンドを支払うことになっている。ペンブロークロッジホワイトロッジ1847年、ペンブロークロッジに、時の首相ジョン・ラッセルが住み始め、後には、孫の哲学者、バートランド・ラッセルが幼少期を過ごした。今では、景色の良いレストランとなっている。1727から1730年の間に、 国王ジョージ2世のハンティングロッジとして建造されたのがホワイトロッジである。1955年以降はロイヤルバレー学校がホワイトロッジ校を開校している。この公園は高い壁に囲まれていていくつかの門がある。門には歩行者専用のものと車両も通行できるものがある。 車両が通行できる門は日中しか開いておらず、園内の制限速度は20マイル毎時になっている。タクシー以外の営業者の通行は禁止されている。車両の通行できる門は、シーン門、リッチモンド門、ハム門、キングストン門、ローハンプトン門である。2003年までは、ロビンフッド門もあったが、交通緩和策として閉鎖され、今後も開かれない見込みである。 鹿の間引きの期間を除いて、歩行者は24時間常に園内に入ることができる。そのため昼夜を問わず自転車を走らせる人や、ジョギングする人が見られる。鹿の間引きが行われている期間は、ほとんどの門が閉鎖される。閉鎖の約1ヶ月前から、警告表示がなされる。この公園には、ブライドルウェイと自転車道がある。 主要な入り口にある掲示板に地図と規則が表示されている。ここのブライドルウェイは通常のものとは異なり乗馬専用となっている。1997年、舗装された道以外の場所を自転車で通行することが法律で禁止された。2005年まで公園内の取り締まりは独自の警備隊が行っていたが、現在はロンドン警視庁の王立公園警備部門が 行っている。従来は、騎馬警官がパトロールしていたが、現在は4輪駆動車でパトロールしている。バーベキューなど火を使う行為は禁止されている。ラジオ、楽器など音の出るものも禁止されている。商業目的での撮影には、許可が必要。自然保護区域に指定されているため、犬を連れて入る場合は決して離してはならない。また、公園内に落ちている口気などは、 昆虫のためにあるとされており、犬を遊ばせるのにそういったものを使ってはならない。ありがとうございます。